はい、皆さんこんにちは、渡辺真奈です。今日は、スペシャルゲストを呼んでるんですけど、そのスペシャルゲストとなんと今日は勝負をしたいと思います。なのでとりあえず登場してもらいましょう。はい、イエーイ。ありがとうございます。いつも皆さん NHK で見ると思うんですけど、まあね、夕方の何時頃ですかね。最近は5時45分頃出演しております、ワクワクさんです。お疲れです、はい、すいません、忙しい時間帯なのに。あ、そうなんですよ。もうそろそろ出勤ですよ。もうそろそろね、来るんで、はい、あ、まだ、まあまあ、あと2時間あるんで。そうですね、1時間ぐらいで、とりあえず今日は時間を作ってもらいました。はい、ということで今日はちょっと対決をしていきたいと思うので、まあ負けないぞっていう気持ちで全然そういう感じでかかってきてくださいって感じです、はい、とりあえず勝ちますんでこの後見てください。まあはい、はい、ということでとりあえず着替えていきたいと思います。せーの、はい、ということで着替え終わったので今から勝負をしていきたいと思うんですけど、まあ、まあね、とりあえず余裕なので、はい、もう僕余裕なんでまああの、じゃあ普通にフリーサーフィンしとけば負けるはずがないんで、まあ今回ちょっと僕は買ってアイスクリームでもおごってもらおうかなみたいな感じではい、言っとけって感じなので頑張りたいと思います。じゃあ行きましょう。それではレッツゴー。レッツゴー。はい、こんにちは、南蛮です。今回も早速行きたいと思います。何やら対決が始まります。どちらが勝つんでしょうか。仲良くとりあえずゲッティングアウト。マナピーがテイクオフ。まずはチェックを繰り返してのゴールイン、決まった。さあそしてプルアウト。ワクワクさんがテイクオフ。こちらもロールイン。うわー、ナイスです。決まりましたね。そしてプルアウト。さあマナピーがチェックターンを繰り返してカーブからのリエントリー。しかしインコンプリート。惜しい。何やってんのみたいな。さあ急いで急いで急いでゲッティングアウト。ワクワクさんが波を探しております。その間にマナピーがトップターン。しかしノーズが刺さった。惜しい。ワクワクさんがテイクオフ。まずはバックサイドサーフィンでトップターン、決まった。さあ急いでゲッティングアウト。おっと、こちらを確認してますね。今のどうすかね、大丈夫すかねみたいな。大丈夫ですよ、今のところデッドヒートです。さあマナピーがチェックターンを繰り返してカーブからのゴールイン、決まるといいが、しくってしまった。ワクワクさんがテイクオフ。さあバックサイドサーフィン。おっとトップターンをして板を回してきたが回らない。何やってんのみたいな。マナピーがテイクオフ。チェックターンを繰り返してロールイン気味に持っていくが波に置いていかれた。惜しい。そしてワクワクさんはマナピーを探してます。気にしてます。ライバルはどこじゃ、ライバルは後ろにいるみたいな。その間に渡辺マナもう一発乗るがしくってしまった。ナンショットやんたみたいな。さあそしてワクワクさんが波に乗って決めに行くが決まらない。あんた何がしてつや、回してつやみたいな。さあそしてその間にマナピーがロールイン、決まった。笑っております。決まりましたよね、今私決まりましたよねみたいな。そんな中芸能人を発見しました。話をかけてみましょう。はい、こんにちは。おはようございます。久しぶりですね。帰ってきました。今回はどれぐらいこちらにいる予定なんですか。いやー、まだ決めてないです。まあ波次第で帰る日決めようかなと思ってます。わかりました。今回はビーチですけど、はい、サーフボードちょっと紹介してください。これ知っていいかな、どうしようかな。あ、まずい。多分ね、まだまずいんですよね。こうやってやってくれば大丈夫です。あの、僕のスポンサーの会社で新しくやるブランドのサーフボードで、まだちょっと見せれないかもしれないです。おっと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 、わかりました。モザイクですね。モザイクちゃんでお願いします。わかりました。ちょっと温床は気味なんですけども、はい、じゃあ早速サーフィンを撮影させてください。はい、お願いします。ちょっとね、湘南っぽい波なんで、ちょっと
頑張ります。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。行ってきまーす。いやーかっこいいっすねー。秘密兵器どんな感じでしょうか。調子がいっちゃないですか、この秘密兵器。ナイス。そしてもう一発。最後は人がいるからプルアウト。いいね。おっとドロップインされるが大丈夫っすよみたいな感じで乗っていきます。まずはトップターンからのカーブ、そしてリエントリー決まった。さすが湘南ボーイ、こんな波はもう得意です。このサイズで飛びます。ナイスフィンアウト、しかしインコンプリート。さあ今度はバックサイド、どうだ。いい感じですね、この秘密兵器調子がいっちゃないですか。いい感じ。さすがカナオレオ、カチーンみたいな。さあそして戦いに戻ります。まずはワクワクさんが乗っております。カーブを含めて最後はリエントリー。おーっとどうした、足が滑ったのか。マナピーがロールイン決めてきた。そしてカーブ、最後はスーパーアプローチ決まってますね。おっと皆さん見てください、彼女は技が決まったら髪の毛を跳ねる癖があるんです。今のは決まりましたよねみたいな感じでピョーンってやってますね。さあそして相変わらずワクワクさんは回そうとしてますけど、あなたの目が回ってるみたいな。その間にマナピーがどんどん決めていきます。さあ2人はどうするんでしょうか。おっとマナピーが話しかけられてますね。さあそしてその間にワクワクさんはどこにいるって探してます。マナピーも気になっております。キョロキョロしております。どこどこ行った、ヤスはどこ行った、ここにいた。しかしワイプアウト。おっとマナピーが今見えましたよね、後ろです。マナピーがチェックしてます。こけたのを見て笑ってます。いやーこの戦いどうなるんでしょうか。相変わらず何かやろうとしてるけどなんかうまくいってないワクワクさん。その間にマナピーがトップターン、さらに最後はリエントリー。ほら決まった、ほら髪の毛飛ばした、もう決まりですよねこれ、私勝ちましたよねみたいな、そんな感じで。おっとカメラを見つめた、今カメラを見つめた。そしてパドルアウト。さあそしてもう一発乗った、決めてきた。おっともうこれで上がるのか、勝利宣言でしょうか、聞いてみましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうでしたか。負けました。今回は本当にりょうとくんにアイスクリームをおごりたいと思います。いや私のジャッジでは渡辺マナプロが勝っておりますけどもでもやっぱりりょうとくんのあの1本だけバックサイドレギュラー行ったやつは良かったかなって思う。あれはねちょっとね、あれはな、いや実は南蛮さんがその映像は撮ってないので、はい、あなたの勝ちです。よっしゃということで皆さん勝ちました。なのでりょうとくんにアイスクリームをおごってもらいたいと思います。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。よっしゃりょうとくんごめん勝っちゃった。よっしゃ帰りましょう、もう置いて帰りましょう、どこにいるかわからないので。はい、まあ波は難しかったんですけど、その勝てたので、まあこの調子でアイスクリームを食べて寝たいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また動画見てください。バイバーイ。はい、どうでしたか、はい、すいませんでした、本当に本当に申し訳ない。ちょっとまあとりあえずあのコメント欄とかでどっちが良かったのかっていうのはまあ超ワクワクさん、アンタンカミンケどんげなっつってこれ、まあ、2回目があるんでバーコードじゃね、2回目コンビニやらにあるあのピッてやるやつでやったら、はい、お会計10円みたいな感じじゃね。後半はどこに行ったのか全然わかんないんですよ。この波はですね思った以上に難しい。そうなんですそうなんですね。はい、ちょっとここを痩せましょう。いやけどこれがないと始まらないんで、宮崎はご飯が美味しいのでぜひ美味しいご飯を食べに来てください。
じゃあです。マナさんがアイスクリームをおごってもらうって言ってましたけども、はい、このお腹でですか。まず痩せてからこういって感じですね。はい。それを思いっきりぶつけましょうね。はい、次は、はい、次も期待してください。かまします。わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3、2、1。はい、サーフボードちょっと紹介してください。多分ね、まだまずいんですよね。まだちょっと見せれないかもしれないです。おっと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 。何番でーす。稲葉レオでーす。ガラオレオでーす。何番でーす。稲葉レオでーす。ガラオレオでーす。